私はこの靴自体はフィッティングすごく良かったんですけど、家にある他の靴でなんか若干大きめのやつがあるんですよ、はい、でちゃんとさっきみたいにフィッティングして履いたとしてもまだちょっとぐらつきがあったりとか余裕があったりするんですね。なんかそういう場合、ちっちゃいのはどうしようもないと思うんですけど、大きいのはどうにかできるもんなんですかね。なかなか難しい質問ではあるんですけど、はい、まあ、やっぱり女性の方に結構多い現象かなとは思います、うん、はい、あのフィッティング自体はすごくいいんだけど、はい、それでも例えば甲の部分が少しゆとりがある。そうです、そうです。しっかり紐を締めてても、はい、あとは靴のこの左右に対して中で足が横ずれしてしまうみたいな、うん、はい、そういった時にまあ一つは先ほどみたいに靴紐をしっかり締めることで、あのフィッティングするから動きにくくはなるものの、はい、それでもまだ隙間があるよっていう時の、まあ、対処方法として、そうです、ね、一つは簡単な方法で、はい、キャラバンのシューズに付属でこういうの入ってたと思うんですよ、うん、中敷きみたいなの入ってました。なんかこれがね、ハーフインソールっていうやつで、本当もう簡易的なものではあるんですけど、はい、大体1ミリ厚ぐらいのこう半分に切ったような中敷きなんですね。でこれを入れることで、うん、甲の部分を少しこう底上げしてあげる、うん、でそれによって空間をこう下から底上げすることで埋めるっていう方法があります、うん、まあ、使い方は非常に簡単で、うん、インソール抜いて、はい、これ左右ありますから、はい、左を右用で、うんうん、インソールの下に入れるんだ。インソールの下に入れて、はい、でこれ戻す、うんうんうん、あ、そうやって使うんだ。こんな方法があります、はい、ちょっとこう分かります、厚みがちょっとありますけど、はい、ちょっとあります。こっちはスライスされて薄くなって、本当だ、全然違いますね。これを中に入れてその上に置くことで、この指先のこの部分だけの空間を底上げしてあげる、はい、これ全部上げちゃうと、はい、こう靴の形の足底のバランスが崩れてしまうので、あくまでも指先の方の感覚を、まあ、これで少し埋めてあげるっていう方法がありますね。なるほど、これただ単に切っただけじゃないんです ね。 そうですね、こっちの方がちゃんと薄くってでバランスが取れるような形になってるってことですね。一応考えては作ってわかりましたでもう一つの方法は、はい、インソール自体を違うものに置き換えるということですね。これはもう市販されているインソールの話になってしまうんですけど、はい、例えば裏手に今置いてある、うんうん、キャラバンではソルボ繊維、いわゆるソルボと呼ばれるインソールを取り扱ってるんですね。結構いろんなとこで市販されてる商品になるんですけど、いくつかやっぱ種類があって、はい、まあ、トレッキング用で出してあるものとか、はい、まあ、スポーツ用のものだったりとか、ちょっと種類によってこう特徴があるんですね。今回はまあ、トレッキングのシューズですし、うん、まあ、夏山縦走されるっていうお話を前提にすると、はい、当然トレッキング用のものを入れた方がいいので、うんうん、これを使用してはどうかなとは思います。これの特徴として、はい、ちょっと触っていただくと分かるんですけど、はい、あ、後ろのかかとの辺は硬くって前の方はやわい感じです ね。 ですね。ちょうどこの赤いこの部分がソルボ繊維でできてるんですが、はい、この土踏まずの部分を下からしっかりと支えるアーチを成形するようなインソールになっていて、全体的にカップの形状が結構強く出てると思うんです、はい、これによってかかとのズレを防いでくれますし、あ、まあ、この部分も厚みがあるので隙間を埋めることもできる、はい、なるほど。で同じようにクッション性が非常に優れているので、はい、まあ、疲労軽減という部分での足裏の疲れをまあ和らげる効果もあったりしますね。じゃあもう単純なスペースの調整以外にまあそういった効果もあるので、より快適に歩くことができる、ね、はい、ということですね、まあ、まずは
ご購入された靴でちょっと足慣らしをされた時に、はい、うん、もう少しこうフィッティングを高めたいなとか、うん、もしくはもう少し衝撃吸収性を高めたいな、うん、疲れにくくしたいなっていう時にはこういったインソールを入れることをおすすめしてます、うん、ありました、まあ、今お伺いしただけでもインソール本当にいろんなタイプがあってこんな半分のものもあるんだっていうのが分かったので、じゃあ自分の悩みに合わせて、まあ、それこそショップの店頭とかで少し相談しながら選んでいくっていうのがいいかもしれないですね。まさにそうですね。店頭の方にはいろんな市販されてるインソールがあると思うんです、うん、で人によって、うん、例えばアーチを成形するにしても、うん、硬質パネルで作られたようなインソールもありますし、硬いやつ、そうですね、硬いやつ、はい、でソルボみたいにこう柔軟性がある柔らかいものもありますし、はい、うん、まあ、当然足の形状によってこう強制的にアーチを上げられることで、うん、かえって足裏の特に土踏まずの部分が痛みを覚えてしまう人もいます。そういった時に必ずしもその硬質のインソールがいいかというと、うん、やっぱその人によって合う合わないは出てきますので、うん、まあ、そこはやはり店頭で実際にこういったものが種類いくつかあると思うんですね、はい、そういうのを入れ比べてみて、うん、ご自身に合うものを選択されるのが一番いいかなと思いますね。わかりました。じゃあ皆さん自分に最終的にはぴったりのインソールが見つかるといいですね。そうですね、はい、靴の調整の方法としてインソール以外に靴下でも工夫ができるっていうふうにお伺いしたんですけども、それはどういう調整ですかね、はい、靴下の方もですね、はい、キャラバンではいろんな種類の靴下を出してまして、はい、こう登山靴メーカーでしかも靴に関連づく一番重要なポイントってやっぱソックスになると思うんですよね。そうなんですね。で先ほど例えば履き口の部分の当たりを気にされている方がいらっしゃるとした場合、例えば薄手の履き口がこう薄いタイプのものもあれば、はい、厚みのあるふわふわですね、後ろがこうパイルですごく厚みのあるタイプ、はい、そうすると指先が動きやすいとか、こう靴下がずれやすいっていう場合なんかには、はい、左右の形を左を右を専用の靴下ですね、はい、こう形を変えたものもありますね。ここが親指ですか。そうですね、形が、うん、全然違いますね。これ逆にすると明らかに、そうですね、小指と小指の形おかしいなってなっちゃいます、ね、もう靴と同じような感覚ですね。そうですね、靴が左を右をがあるのと同じように、はい、靴下も左を右をがある。うん、でこれによって当然足の形状に合わせて靴下も履けるので、はい、こう無理な引っ張りだったり緩みっていうのが発生しなくて済みます。特に同じ形のものだと親指が突っ張って小指の部分が余ってしまう、うん、でもこの左右非対称の靴下だと親指と小指の位置が形に応じて綺麗に沿ってくれるので、うん、実際こう足を入れした時には靴下が非常にずれにくくなってくれますね。そうですね、生地が余ったりするとなんかそこの部分が折れ曲がったりして靴ずれして皮むけたりとか過去経験があるんですよ。確かにこういうふうにちゃんと足の形に沿ってればその辺の悩みは解消されたかなと思います。で特に靴を快適に履く方法って今回のテーマの一つでもあると思うんですけど、はい、靴下によってもその快適性っていうのが大きく変わってきて、例えば普段履かれるような薄手の靴下をこう登山靴で履いた場合どうなるかというと、当然長い時間普段よりもひょっとしたら非常に長い間こう履き続けるので、でしかも運動もしてますから、はい、非常に足裏って汗をかくんですね。そうですね、うん、暑いから例えば夏暑いから薄い靴下を履くっていうのは間違いで、うん、そうなんですか。汗をかくのを前提にした場合は、はい、厚手の靴下、まあ、今だと中圧ですね、はい、これがまあ大体標準になると思うんですけど、うん、中圧の靴下を履くことで汗を靴下が吸ってくれるんですね、うん、で靴下が汗を吸うことで、はい、こう中の蒸れ感が一つ軽減するのと、まあ、どうしても薄い靴下だと
結構あると思うんですけど、蒸れやすかったりとか、そうですね、靴下自体がちょっと濡れてしまって、はい、汗で、で結果的に皮をふやかしてしまって靴ずれをする、下手したら皮を剥いてしまうみたいなこともあるんですけど、うん、登山靴の靴下っていうのは基本的に裏がこうパイル編みされてる状態なんです。気持ちいい、はい、これが、まあ、足裏で一つはクッション性にもつながりますから、うん、まあ、快適な履き心地もなるし、はい、汗をかいた時にこのパイルがいわゆるバスタオルみたいな感覚をイメージしてもらうといいんですけど、うん、はい、汗を吸ってくれることで、うん、こう足裏をドライに保ってくれるんですね。なのでそれが薄いとどうしても数量が減ってしまうので、はい、まあ、どうしても靴下が濡れやすくなってしまう。なるほど。あのバスタオルとあと温泉とかで使うような薄いタオルを思い浮かべると分かりやすいです ね、 そうですね。確かに水を吸う量っていうのは全然違いますし、クッション性も違うしっていうところで、うん、確かに夏の暑い時は薄いの選びがちだったんですけど、あとそれこそ長い距離歩いたりとか重い荷物背負ったりとか、そういう時こそちょっと厚手のものを選んだ方がいいのかもしれないですね。単に厚手も選ぶだけじゃなく、はい、素材にもぜひこういう機会ですからこだわってもらえたらなと思うんですけど、はい、まあ、一つは代表的なのがメリノウール。そうですね、よく聞きます ね、 ますね、はい、でメリノウール以外に例えば化繊の素材だと、まあ、ここで使ってるのは HG ナイロンと呼ばれる素材なんですけども、いわゆる化繊でこう汗をすごい吸いやすくて、でなおかつ化繊なのでこう乾きも早い。でそれ以外にここで出てきてるのが、まあ、コットンと化繊のコンビネーションのものなんですけど、あのロンフレッシュと呼ばれるこう消臭効果がお金備えた素材を使ってたりもするので、まあ、夏場の汗がこうかくような時期なんかは、はい、こういった化繊のものを中心に使うとか、うんうんうん、もしくはこう消臭機能がついてる靴下を使うとか、はい、で秋だったり冬だったりとか保温性を重視したいような時は、うんうんうん、まあ、このメリノウールの素材を使うとか、うんうんうん、まあ、シーズンとか、まあ、あとはその行く工程の日数なんかによっても、はい、使い分けてみるのもいいかもしれないですね。あ、なるほど。なんか思ったより奥が深いですね、靴下。そうですね、まあ、靴下何でもいいだろうって思われがちなんですけど、はい、実際はあのいろんな種類があって、はい、で素材も分かれてるので、うん、まあ、本当行く場面行く用途日数そういった場面で使い分けを、はい、まあ、特にあのお風呂に入れない重曹の時なんかは あの自然の消臭効果とか匂いが起きにくいメリノールを使った方が、はい、まあ、匂い効果が薄れますし、うん、まあ、先ほど言ったように暑い時期なんかは化繊のものの方が汗をかいても乾きやすいし、うんうん、種類を何個か持っていくと、まあ、登山靴でもこう使い分けをされると思うんですけど、はい、行く場面において、そうですね、靴下もやはりそういった分け方をされると、うん、あのいろんな幅が広がるかなと思います、ね、はい、ありました、まあ、あとはちょっと今お聞きした情報をもとにちょっと組み合わせとか、はい、あと履いてみての快適感とか感想みたいなのも多分大事なのかなっていうのを今思ったので、うん、ちょっといろいろ試してみようと思いました。ぜひぜひ。はい、皆さんもぜひぜひいろんな組み合わせで履いてみてください。最後に、2つ私からちょっと質問があるんですけども、はい、答えていただいても大丈夫ですか。答えられれば。お願いします。まず1つ目なんですけど、まあ、今までお聞きしたのは靴のフィッティングとかの行く前の調整のお話 で結構ちゃんと調整して山の中に入ったとしても、こう歩き始めてからどうしてもこういつも当たるところが痛くなったりとか、こう行った後にこう何かしら不具合が起きたりすることがあると思うんですね。だからそういう時になんかこれ一つ持ってると便利だよというか、現場で対処できるよみたいな、うん、そんなものってあったり。そうですね、まあ、本来であれば
こう一番自分に合った靴、登山靴を、うんうん、まあ、フィッティングの段階で見つけて、 それでこう歩いていくっていうのが理想だと思うんですけど、うんうん、まあ、やっぱり買ったばかりの靴で、うん、感覚が合ってんのかどうか実はちょっと分からない、はい、履いてみて初めて気づいた箇所があるみたいなありますね、ありますよね、はい、そういった時に例えばなんですけど、はい、こう完全に痛くなってからでは実は対処が遅くて、うん、あ、そうなんですね、もうすごく痛みを我慢しながら歩いて、はい、もうこれは痛すぎると思って靴下を脱いだ時には、うん、もうその痛みを感じる患部の部分が、うん、例えば腫れてたりとか、そうですね、赤くなってる、もしくはこう皮がめくれてこう血が出てしまってるみたいなことがまあまああるかなと思うんですね。わかります、はい、わかりますそうなってしまう前にちょっと違和感を感じたあたりで、はい、まあ、早めに対処するのが改善策の一つの方法かなと思います、はい、例えばなんですけど、まあ、よくありがちなのが、まあ、この靴も見てお分かりの通りかかとが収まるようにこう膨らみが少しかかとの部分に出てますよね、はい、でこれでさらになお中を見ていただくと、かかとが浮きにくいようにかかとの浮きを、そうですね、ここを絞り込んで、なおかつ中を触ってもらうと結構パッドが盛り上がっていて、あ、ここですね、そうですね、そうですね、かかとが丸く円状になってる、この付け根のところがキュッと盛り上がってます、ね、ここでこう押さえることで歩いた時のかかとの浮きを防ぐようになってるんですけども、合う合わないっていうのはどうしてもやっぱり人の足微妙に形がそれぞれ違うので、うん、合わない方がいらっしゃる可能性もやっぱあるんですね。なるほど。そうするとよく痛くなるっていうお話があるとしたらば、はい、このかかとのこの部分、うん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 、原因としては中でかかとが動いてしまって、うん、ここが靴の中で擦れて動いてしまって、うんうん、当たりを感じるっていうケースなんですけど、うん、そういった時には例えばこういったクッションパッド、まあ、形状がそれぞれ違うんですけど、これ、はい、バンドエイド型したようなやつ、もうピンポイントだとちょっとちっちゃいタイプ、こういったものをちょっと痛みが出そうだなとか、ちょっと違和感あるなっていう時に早めに靴下脱いでちょうどこのかかとのこの部分に貼っておくことで、こうクッション性を高めてくれる、で擦れ防止にもなるので、うんうんうん、痛みを和らげるっていう効果はありますね。これなんかバンドエイドに似たような見た目ですけど、なんかこの衝撃吸収するって書いてあるから、このイメージとしてはバンドエイドのこの傷の貼る部分が衝撃吸収剤になってるみたいなイメージですか。ですね、はい、すごい触ってみるとプニプニしてて、これ事前にだから痛みが出そうみたいな、毎回ここ痛くなるみたいなところに貼っとくと効果があるっていうことですね。なるほど。なんかタイプがいくつかあって、こっちが傷パワーパッドみたいな見た目、はい、ですが、これも触るとかなりクッション性がある感じですね。なるほど。これ確かにザックの中に忍ばせておくといいかもしれないです。まあ、前提としてはやはりフィッティングの部分でしっかりここを押さえて、はい、できるだけ、できるだけで、かかとの浮きを、はい、靴の中で足ずれが起こりないようにフィッティングをするっていうのが大前提の話になります、はい、気をつけます、はい、そしてちょっと質問2つ目なんですけど、はい、さっきあの靴ひも締める時のにいろいろ教えていただいたんですが、なんか物理的にこの紐が長すぎてなんか余っちゃう時が悩みなんですね、うん、こいつどうすればいいのかなみたいなところを教えてもらえればと思います、はい、まあ、一つは、まあ、これ仮にしっかり締めた前提で、はい、これが長すぎてしまって地面についてしまうような場合なんかは、まあ、この長くなってしまったところを簡易的に結んで、はい、まあ、短くしておくっていうのも一つの方法ですし、はい、よくやりますねそれ、まあ、こういったところにちょっと詰めて、あ、靴ひもが地面の方に落ちないように整えるっていうのも一つの方法だと思うんです、うんうんうん、あとは
これはちょっとどちらかというと行く前の話になると思うんですけど、はい、実際ご自宅とかでフィッティングをした際に、はい、これはちょっと長すぎちゃうなっていう場合は、うん、もう物理的にこのシューレース切るしかないんですよね。でただこの状態のまんまこれでハサミでチョキンって切ってしまうと、はい、切り口がほつれてってしまうので、そうですね、その時の対処方法としては、うん、事前に切る位置を決めた後、うん、まあ、一番簡単なのは、うん、セロハンテープをきつめにぐるぐる巻く、うん、それでいいんですね。でこんな感じの状態にしてから相当きつく巻きますね。結構これはまあ実際セロハンテープじゃないですけどね、まあ、できるだけきつめに固くなるようにしっかり止めて、はい、そこから切るっていう方法と、うんうんうん、あとはホームセンターとかで、うん、多分売ってるんですけど、はい、でチューブ型のものでこうチューブ通してドライヤーとかもしくはこうちょっとライターとかで熱を加えることで、はい、こうキュッと伸縮させる、はい、チューブコードのタイプがあるんですね、はい、でそれをここ通してキュッとちもめてから切る、うん、そのどちらかで対応できるかなと思います。まあ、できれば長い状態のままフィールドに出るよりもあらかじめそういった対処をされた方が安全かなと思いますね。はい、わかりました。あのホームセンターみたいなところで購入できるということなので、そうですね、手軽ですね。わかりました。じゃあちょっと家に戻ってやってみたいと思います。今回は快適な登山靴の履き方であと調整の仕方ということでいろいろ教えていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、次回の動画は靴のメンテナンスについてお伺いしていきたいと思います。例えば歯ブラシとか、まあ、家庭にあるような用品を使ったメンテナンスから、あとはこういう専門の洗剤みたいなものですね、使ってどうメンテナンスしていくのかというところを学びたいと思います。まあ、あの私たちもあの登山ショップとかに行くとこういう用品とか見るんですけど、いまいちなんかどういう用途が違うのかなとか、はい、それぞれの商品で何が違うのかっていうのが分かってないので、まあ、その辺もお伺いできたらなというふうに思ってます、はい、今回あのメンテナンスで使う道具の一つとして、うん、うちで扱っているグランジャーズを使ってメンテナンスをしようと思っています、うんうん、非常に多くのブランドが実はこのグランジャーズ扱ってまして、うん、まあ、皆さんよくご存知のノースフェイスさんですとか、はい、パタゴニアさん、はい、アークテリクスさん、そういったウェアメーカーさんでグランジャーズを推奨してくださってます。自然を大事にしているブランドなんですね。まあ、詳しくはちょっと後編を見ていただいて、ね、ということになるんですけども、はい、皆さんも、こういった便利なものを使って、靴のメンテナンスをやっていきましょう。それではまた後編でお会いしましょう。またねー。